まもなく福島です。お出口は右側です。ご乗車ありがとうございました。まもなく大阪です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。JR 京都線、神戸線、宝塚線と阪神線、阪急線、地下鉄線はお乗り換えです。大阪を出ますと、環状線外回り、京橋、鶴橋方面、終点天王寺まで各駅に止まります。信号待ちです。信号は変わりしないようにお願いいたします。Thank you.
鶴橋方面、天王寺行きです。終点の天王寺まで各駅に止まります。車掌は地元です。次は天馬です。お出口は右側です。Thank you.
は左側です。関係都市線 JR 東西線と京阪線、地下鉄線はお乗り換えです。地下鉄線は乗り換え
口は左側です。左側は13番ホームに着きます。大阪環状線外回り新浜や弁天町、西九条方面、大和路線、阪和線、関西空港線と近鉄線、地下鉄線、南海線はお乗り換えです。この電車は折り返し環状線内回り鶴橋、京橋、大阪方面行き電車となります。折り返し環状線内回り鶴橋京橋方面行きです。環状線外回り新今宮西九条方面越しのお客様、右側14番乗り場でお待ちください。右側校舎側のドアが閉まります。付近のお客様ご注意ください。電車から発車します。環状線内回り鶴橋京橋大阪方面行きです。お先のお客様は11番乗り場でお待ちください。電車からの発車です。環状線内回り鶴橋京橋大阪方面には11番乗り場に参ります電車が先の到着です。この電車11時15分の発車です。
電車は後からの発車です。環状線内回り、鶴橋、京橋、大阪方面には出島乗り場回りました電車が先の到着です。電車11時15分発、環状線内回り、鶴橋、京橋、大阪方面行きです。約6分ほど停車いたします。お急ぎのお客様は向かい側、11番乗り場、停車の電車が先の発車です。この電車は11時15分発、環状線内回り、鶴橋、京橋、大阪方面行きです。発車まで4分ほどお待ちください。Thank you.
小電車は11時15分発、環状線内回り、鶴橋、京橋、大阪方面行きです。場所まで2分ほどお待ちください。トラフェという環状線内回り、鶴橋、京橋、大阪方面行き発車します。発車後、電車左右に揺れますので、お足元ご注意ください。座付近のお客様、閉まるドアにご注意ください。環状線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は環状線内回り、鶴橋、京橋、大阪方面行きです。車掌は佐野です。まもなく寺田町、寺田町です。出口は左側です。桃谷です。お客様に女性専用車についてご案内いたします。この電車前から4両目、終日女性専用車です。車内に女性専用車のステッカーを表示しております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
す桃谷、桃谷です。お出口は左側です。まもなく鶴橋、鶴橋です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。近鉄線はホーム乗り換え口へ、地下鉄線駅出口へはホーム前寄りの階段エレベーターをご利用いただき、下の改札口までお越しください。電車11時22分発京橋大阪西九条より先 JR 目先線へ参ります。ユニバーサルシティ方面桜島行きです。発車まで車内にてお待ちください。いたしました。まもなく発車します。ドア付近のお客様、閉まるドアにご注意ください。無理やり座ったことありがとうございます。この電車は京橋大阪西九条より先 JR 目先線参ります。ユニバーサルシティ方面桜島行きです。まもなく玉造りです。お出口左側です。降りの際はお足元をご注意ください。地下鉄線はお乗り換えです。
森の宮、森の宮です。地下鉄線はお乗り換えです。まもなく森の宮です。出口は左側です。降りの際はお足元ご注意ください。1分ほど停車いたします。11時27分発、京橋大阪西九条より先、JR 三崎線もありますユニバーサルシティ方面桜島行きです。発車まで車内にてお待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車します。ドア付近のお客様、閉まるドアにご注意ください。大阪城公園です。出口は左側です。ありがとうございました。まもなく京橋です。
お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。ガケット線、JR 東西線と京阪線、地下鉄線は森川です。降りの際は車内にお忘れ物などなさいませんようご注意ください。まもなく京橋、京橋です。ご乗車ありがとうございました。京橋、京橋です。前の方に続いて順序よくお降りください。この電車は西九条より先、環状線、千回り、失礼いたしました。西九条より先、JR 三崎線に参ります。ユニバーサルシティ方面、桜島行きです。まもなく発車します。スタッフ付近のお客様、閉まるドアにご注意ください。ありがとうございます。この電車は西九条より先 JR 目先線へ参ります。ユニバーサルシティ方面桜島行きです。次は桜の宮です。お客様にお願いいたします。ホームご通行時黄色い電子ブロックより線路側歩かれますと列車と接触する可能性があり大変危険です。発車の際はお客様の安全が確認できるまで発車を見合わせる場合もございます。ホームご通行の際は黄色い電子ブロックまで離れて通行していただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。まもなく桜の宮です。お出口は左側です。列車とホームの間が空いているところがございます。乗りの際はお足元ご注意ください。Thank you.
田線も電波です。地下鉄線はお乗り換えです。まもなく電波です。出口は左側です。右側に変わります。この電車ユニバーサルシティ方面桜島行きです。大阪を出ますと福島、野田、西九条、安治川口、ユニバーサルシティ終点桜島の順に止まります。西九条より先、弁天町、大正、新今宮、天王寺方面へは参りませんので、後の電車をご利用ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく大阪です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。降りの際は車内に忘れ物などなさいませんようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。大阪です。前の方に続いて順序よくお降りください。この電車西九条より先、JR 目先線に参ります。ユニバーサルシティ方面、桜島行きです。弁天町、大正、新今宮、天王寺方面へは参りませんのでご注意ください。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。ドア閉まります。
ご乗車ありがとうございます。この電車はユニバーサルシティ方面桜島行きです。福島、奈良、西九条、安治川口、ユニバーサルシティ終点桜島の順に停まります。車掌は佐野です。終点の桜島までご案内いたします。まもなく福島です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。次は野田です。地下鉄線は乗り換えです。お客様に車内での携帯電話のご使用についてお願いいたします。車内ではあらかじめ音が出ないようマナーモードに設定の上、通話は周りのお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。野田です。出口は右側です。ご乗車ありがとうございました。まもなく西九条です。到着の際に電車降りますのでご注意ください。左右両側のドアが開きます。先に左側、続いて右側の順にドアが開きます。環状線内回り弁天町、新今宮、天王寺方面と阪神線お乗り換えです。内回り電車ご利用のお客様は先に開きます。左側4番乗り場でお待ちください。
この電車ユニバーサルシティ方面、桜島行きです。立川口ユニバーサルシティ終点桜島の順に止まります。まもなく発車します。発車後電車降りますので、ご注意ください。右側、2番乗り場側、ドアが閉まります。ドア付近のお客様、ご注意ください。左側ドア閉まります。ドア付近のお客様、ご注意ください。電車ユニバーサルシティ方面桜島行きです。次は味川口です。船口は右側です。閉まるドアにご注意ください。
まもなくユニバーサルシティ、ユニバーサルシティです。お出口、左側に変わります。ドアから手を離してお待ちください。ユニバーサルスタジオジャパンへお越しのお客様は、この駅でお降りください。降りの際は車内にお忘れ物などございませんようご注意ください。ユニバーサルシティ、ユニバーサルシティです。ユニバーサルスタジオジャパンお越しのお客様は、この駅でお降りください。降りの際は車内にお忘れ物などなさいませんようご注意ください。次は終点の桜島に停まります。11時55分の発車まで車内にてお待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車します。次は終点の桜島に停まります。2番乗り場から普通桜島に停まります。
車します。ドアが閉まります。ご注意ください。乗車ありがとうございました。まもなく終点桜島です。到着の際に電車左右に揺れますので、お足元をご注意ください。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。The train stopping at track 1 is the local train bound for Nishikujo.
train stopping at track 1 is the local train bound for Nishikujo. The train stopping at track 1 is the local train bound for Nishikujo.
train will soon be arriving at track 1. For your safety, please stand behind the yellow line. この電車は12時22分発西九条行きです。発車までしばらくお待ちください。
この電車は12時22分発西九条行きです。発車まで車内にてお待ちください。停車中の電車は12時22分発普通西九条行きです。The train stopping at track 2 is the local train bound for 西九条。発車まで1分ほどお待ちください。この電車は西九条行きです。
せいたしました。まもなく西九条行き発車します。座付近のお客様、閉まるドアにご注意ください。12時24分発西九条行きです。発車まで車内にてお待ちください。4号車は女性専用車です。皆様のご理解とご協力をお願いします。まもなく発車します。ドア付近のお客様、閉まるドアにご注意ください。出口は右側に変わります。まもなく味川口です。出口右側です。ご注意ください。
終点西九条、西九条です。大阪環状線と阪神線は乗り換えです。次の西九条駅では左右両側のドアが開きます。先に右側、続いて左側の順にドアが開きます。乗り換えのご案内をいたします。環状線千葉駅弁天町、大正、新今宮、天王寺方面へは先に開きます。右側4番乗り場へ。環状線外回り大阪、京橋、鶴橋方面へは後から開きます。左側1番乗り場へお越しください。ありがとうございました。まもなく終点西九条、西九条です。左右両側のドアが開きます。先に右側、続いて左側の順にドアが開きます。ドア付近のお客様はご注意ください。環状線内回り天王寺方面には先に開きます。右側4番乗り場へ。環状線外回り大阪方面には後から開きます。左側1番乗り場へお越しください。降りの際は車内に忘れ物など、なさいませんようご注意ください。